ミサドライですので、今回はね、洗い場でゲッツ&ヒットエンドラン決まるまで終われません。やっていきたいと思います。はい、皆さんね、僕が YouTube でね、初めてバズった動画というのが洗い場の動画でございます。その前にね、100連勝達成するかしないかっていう動画も、まあ、結構再生回数伸びたんですけれども、初めてね、10万回再生を超えたのは洗い場の動画でございます。でね、洗い場の動画から見てくださってる方もね、結構増えてきてると思うんで、今回はね、洗い場でヒットエンドラン&ゲッツー取るまで終われませんというのをね、やっていきたいと思います。はい、今回はね、もうちょっとね、終われるかわかんないんで、ちょっとね、もう先発は普通に、前世紀のオーダーとか関係なく普通に組んでいます。ね、とりあえず1番荒木、2番井端、3番福留さんという打順でやっていきたいと思います。ではね、早速やっていきましょう。はい、ということで先行なんでと言おうとしたんですけれども、いきなりね、またね、安定のネットワーク切断でございます。はい、もうね、最近こんなんばっかですよ。試合始まる前からね、もうネットワーク切断ということばっかりなんで、もういいです。はい、さあ今日取り直してやっていきましょう。相手ね、リボン持ちの結構ね、猛者でしたね。ということでね、まずは先頭の荒木さんが出ないと何も始まらない、この企画は。頼むよ。しかもターンだね。まあ、ツーベースでもエンドラン決めたらいいんですけれども。うわー、まあいいですよ。まあここはね、普通にね、点取っていきましょう。さあ、この福留さんの応援歌ね、新しい応援歌を導入しています。はい、正面ゲー、お疲れ。さあ、洗い場でね、まずね、ゲッツー取りましょう。とりあえず。さあ、秋山さんですね。ちょっとここね、ヒット打ってもらいたいところではあるんよ、正直言って。でも、打ってくれへんよな、そんな。打っても長打なんでね、プロスピって。さあ、ここは3球勝負です。完璧です。はい、これが超コントロールの吉見さんの強さですね。で、スプリット入りと。いやー、何回見ても強い、何回見ても強い。3球勝負、何回見ても強い。でもできるだけね、セカンドベース上で完成させちゃうよね。さあ、もうピッチャー交代しましょう。ちょっと岡田さん頼む。さあ、これ引っ掛けろ。いやー、どうしよう、ちょっと高めのね、これはゲッ、オッケー、ゲッツ、来た、オッケー、ゲッツ。いやー、しかも今バックハンドで投げましたよ。今ちょっとバックハンドでゲッツーえぐなかった。これはチーム乗ってくよ。ちょっとここはね、もう負けたくないんで代打いきます。すいません、福田さんのね、代打の恐ろしさを。ほら来た、えぐい、パワー S いきましたね今。さあ頼む、ここは福田さんホームラン打ってくれ。えぐい、福田さんえぐい。さあまず塁出てくれ、頼むわ。内野安打でも何でもいいよ。うわあ、さあもう一回ね、荒木さんに回ってきました。頼むよ、荒木さん。ここはヒット出ない。まあ、ツーアウトやけど、ヒットエンドラン完成させよう、もう。頼むから、塁出てくれ。え、ミート打ちにしようかな。いや、これでいこうか。落ちろ。はい、ということでね、3試合目ですね。いやー、ちょっとしんどくなってきたな。さあ、次こそ決めるぜ、荒木バター。さあ次ね、とうとう決めましょう。もう荒木さんね、もうツーベースでも何でもいいから、とりあえずずっとヒット集中します、ほんまに。
頼むわ、ほんまに出てくれ。フォアボールでも何でもええわ。よし、二塁行くな。よし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 、完璧。さあこれね、何球目で走るかですね。とりあえず1球目はやめとこうか。うわ、行ってよかった。いや、行こう、ここは行こう。いやー、決まらへん。ということでね、4試合目か5試合目です。もう決めます。よし、まず荒木さんが打とう。頼むわ、ほんまに。よしよし、オッケー。一番荒木が塁に出てしました。さあ2番井端がヒットエンドラン行きましょう。ここはね、やっぱ1球目はやめとこう。ボール球来そう。よし、あー、ちゃう、タイムかけてもらったらバレるわ。いや、いいや、いけ、この球や。最悪。いや、ここで走ったらいいんや。ここで走ったらいいんや。こういうエンドランもあるよ。よし、よし、オッシュ、完璧。もうこれでいいでしょ。ゴミ席サイラ。はい、ということでね、お疲れ様でした。本当、まあ自分ですけどね、疲れたんは。なんとかね、洗い場で、ゲッツーとヒットエンドラン、完成することができましたということでね、いやー、ちょっとね、もうちょっとね、完璧な再現をしたかったんですけれども、やっぱ予想以上にね、ランナー一塁寄ったらね、うまいことストライク来ないし、なかなかね、決めるのも難しかったんでね、まあ、もっともっと完璧なクオリティはね、またね、タイロン・ウッズさんとか登場した時にね、また最高のオーダーを組んで、また新たにね、挑戦していきたいと思います。それではね、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。